ビューオブザコンプレックスンド・ザ70メートルアンテナマドリード新宇宙通信施設はスペインのマドリード州ローブレードデチャベーラに位置する地上局スペイン国立航空宇宙技術研究所のためインゲニエリア Y セルビチオスエローエス・ポシャルズ SA によって運用されている DSS-54DSS-55 DSS-63、DSS-65、DSS-66 DS と呼ばれる5機の大型アンテナがある。マドリード新宇宙通信施設は NASA のジェット推進研究所が運用するディープスペースネットワークの一部となっている。この施設は宇宙機の完成、制御、及び収集された科学データ、画像データの受信に重要な二方向通信リンクを提供する。 ディープスペースネットワークの能力に寄与している。ディープスペースネットワークを構成する施設は、マドリード以外にもカリフォルニア州にゴールドストーン、新宇宙通信施設、オーストラリアにキャンベラ新宇宙通信施設の計算基地がある。アンテナ及びデータ送信システムの役割としては以下のものがある。ありがとうございます。